4月28日、1日の取引が終了しました。日経平均株価は続落しております。昨日と比べて55円13銭安の1万9196円74銭で取引を終えました。水準的には1万9100円台で大引けを迎えております。値上がり銘柄数は全体の約 35% の697銘柄。これに対して値下がり銘柄数は約 61% の1236銘柄ということで、値下がり銘柄数が6割を超えました。規模別で見ましても、大型株が4ポイント安、中型株指数6ポイント安、小型株指数2ポイント安とそれぞれ下げておりまして、昨日は日経平均トピックスなどは小幅安でありましたが、小型株指数がしっかりということで、小型株が全体的に買われて値上がり銘柄数が値下がりを上回っておりました。これに対して今日はそのまま素直にといいますか、指数の下げ通りに全体的に薄く広く下げたという展開でした。売買高は最近としてはやや多めと言っていいと思います。で、売買高19億9600万株、売買代金は2兆5460億円ということで、昨日に続いて2兆5000億円を超えております。もっとも売買代金につきましては、今日は昨日の決算発表を受けて任天堂が上商いとなりました。値が下株の任天堂が活況となったことで、売買代金がやや押し上げられたという側面も見逃せません。今日の外部環境としましては、海外が大きく動きなかった中で積極的な買い材料が乏しく、全体見送りムードが強いという展開でした。週末、月末ということもありますし、さらに東京市場は来週大型連休を控えているということで、ポジション調整の売りが優勢だったという状況です。この中で決算発表がいよいよ本格化しています。個別銘柄で好業績銘柄を買って、失望、業績が失望感を誘った銘柄が売られるという選別物色の動きが強まっております。全体は下げた銘柄が多かったのですが、この中で上昇した銘柄からまず見てみますと、一つは任天堂、大商いで年初来高値更新しました。昨日発表しました決算が好調ということでして、今期の予想につきましては市場のコンセンサスは下回ったということで、朝方は売られる場面も見られましたが、その後は徐々に会社側の予想が慎重だという見方も広がりまして、買い注文が優勢となり年初来高値更新という動きになりました。他に上昇した中小型の銘柄としましては、7518ネットワンシステムズがありました。こちらはネットワーク構築などを手掛けている会社でありますが、昨日の前3月期決算が好調だったということ、さらに今期につきましても市場を上回る増益を見込んでいるというのが素直に好感されました。逆に下げた銘柄としましては、4980のデクセリアルズ、昔はソニーケミカルといった会社ですが、こちらが昨日決算発表を受けて売られたという動きとして目立ちました。大幅安となっておりました。昨日開示した決算につきましては上振れ着地とはなっておりました。ただ先行き中期計画など下方修正したということなどが嫌気売りを誘って急落という状況でした。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。